続いて闇医者一票、こちら沢城さんです。はい、なんかねヒエラルキーの上にいるのがいいよね。こうすごい有事の際にはさ絶対的にこう揺らがないじゃない。そうだね、あの感じが ね、 そうだね、いいなと思って。あでもいいよね、沢城が闇医者だって、うん、お腹切るよみたいな。めっちゃええ声で、俺その時麻酔いらないっす。俺麻酔いらないっす。バカじゃないの。次へ。はい、次行きましょう。ゆらららならではですよね。そのなんか1話ごとに誰かがこうナレーションというかそれを担当していて、この回が沢城さんがナレーションをなさっていて。なんでニヤニヤしたの。ありがとう。もうね、ずっとこうなんですよ。楽屋でもね、恋人コントをずっとやってるの、二人して。何なんだろう、こいつらってたまに思うんだよね。本当にね、控え室にいても、ねえねえねえ、両思いごっこしようって、なんだそれって。しようなんて言ってないよね。自然に始まるんだよね。自然にね、そっちの方がお互いちょっと暇だなって思う。暇だなって時に、お前その今日髪型可愛いな、つって。髪型だけ？え？言ってくれなきゃ分かんないんだからね。全部可愛いよ。みんな聞いてるじゃんバカ。お前が言って言ったんだろ。あれいつ終わるんですか、ごめんなさい。ちなみに木田正臣を選んだのは沢城さん。はい。ちょ待てみゆき、始まった、始まった。二人なら寂しくないかなと思って。もう寂しい思いさせねえよ。顔顔。じゃあ最後真ん中のチームいきましょうか。はい、せっかくなので宮野さんに言ってもらいたいセリフを。おー、なるほど。じゃあお願いします。お、宮野さんが読む。早速読んでいただく。なになに、これは俺が言えばいいんだね。マモ、そこで。分かった、行くよ。おいおい、俺それでもそれでもお前しかいないからさ、ごめんなみゆき。なんだこれ。イチャイチャすんなよお前ら。そういうコーナーじゃねえか。ちょっとさっきのトーク何やってんのお前ら。不純異性交友だと思います。ちょっとゆらららを私物化しないでください。あ、始まった、始まった。楽しかったんだからね。楽しかったね。また来ようね、みんなで。次は二人で。バカ。みゆき。